ちゃくちゃ何言ってんだよ、むちゃくちゃ嫌いやん、王様。あの人もアバンの人なの？人間どもの痕跡は家も畑も家畜さえも可愛いんですよ、残すんじゃねえぞ。いいな、俺はヒュンケン、魔王の六番長の一人。カメラ引いてたら見るよ。でまた別の話。笑うで。笑うと思った。倒したね。お疲れさん。また。渋海の一角。みんな、ま、よく戦ってくれた。特に大なんか魔獣軍団みたいな名前が、まさにお前のおかげで百獣団みたいな名前、百獣魔団、共に勇者にふさわしい男に成長したと言えよ。晴れて今日より勇者大を名乗るがよい。上からやな。俺まだいいです。むちゃくちゃ、むちゃくちゃ嫌いやん、王様。俺一人じゃ勝てなかった。王様やったんか。ただのおっさんかと思ってたから。マーマー、ごめちゃん。確かにこいつのおっさんか。それにお城のみんなが力を合わせたから勝てたんだ。俺が勇者だって言うならみんなが勇者だよ。だからせめてもう少し強くなってみんなに迷惑かけずに戦えるようになるまで勇者なんて呼ばないでください。恥ずかしい。お前に愛は勝った。さらに大きな成長を期待してるぞ。これはわしからのせめてもの贈り物じゃ。それを身につけて国民の前で見せてやってくれ。みんな国を救った英雄たちの姿を見たがっておる。から目の前にしたら目の色変わるやん。海賊やん。海賊頑張って人から感謝されるっていうのも悪くねえもんか。待って、今日のあなたちょっぴりかっこいいわよ。イエーイ、5000円ありがとう。ダイ、聞きなさいこの歓声を。上からやねん、民衆の絵のクオリティ低くない。こう呼ぶだろう、小さな勇者ダイ。確かに身長クソちっちゃいな。これ大身長何センチなの？大の身長そんな気になるか。だってポップの腰ぐらいまでしか身長ない。成長期やね今から。どこ行くことね。あ、ゴンみたいになるよそのうち。髪の毛めっちゃ伸びるよ。でまた別の話。そんな気がする。どうせどっかで覚醒すんねやろ。冷めること言うね。ロモス王国を救った大たちはロモス王から船を借り受け、パプニカへと向かった。来たパプニカ。道中で船長からパプニカのあるコルキア大陸が15年前は魔王ハドラーの拠点であったこと、そのためパプニカは最大の激戦区となり、さらに魔王軍の中で最も恐るべき不死身の軍団を送り込まれたらしい。やばいな。という話を聞く。やばいな。レオナ、すぐ助けに行くよ。そんなやばいか。待っててくれ。レオナがやばいってこと？レオナ危ない。もろい。もろすぎるぜ。出た。なんで人間ってやつはこんなに弱っちい体をしてやがるんだ？半々男。最強の騎士とやらが。アシュラみたいな感じやな。いただきだな。マジガゼット出てくる。この国も。もう誰がわかんねえそれ。知らんの。悪魔の目玉に天命がありました。全軍団長は祈願場に集結せよとのことです。全員集結だと。一体何事だ。なんでも世代の人勇者の少年が誕生し、クロコダインマジガゼットはみんな知るやろ。ロコダインが。俺らの親世代は。わかった。俺は祈願場に帰還する。お前らはこの国の後始末をしておけ。もう祈願場。焼き払い。生き残った人間は氷漬けにしてしまえ。うん、人間どもの痕跡は家も畑も家畜さえも可愛い一切残すんじゃねえぞ。いいな。極悪非道やな。
フレイザーと相変わらず早いな。魔王軍の切り込み隊長と言われるだけのことはある。クロコダインがやられたんだってな。情けねえ野郎だぜ。ガキにやられちまうなんざ。いやいや、その大という小僧、なかなか恐ろしい相手なんじゃよ。ザボエラ。このわしが必勝の策を授けていたにもかかわらずの敗北じゃからな。蘇生液に使っとるが、まあ生き返る可能性は五分五分じゃな。この傷をつけたやつが本当にまだガキだとしたら、そいつはとんでもない化け物だぜ。どんな怪力の持ち主であろうとも、クロコダインの鋼鉄の肉体をここまで破壊することはできねえはずだ。つまり物理を超えた力の持ち主。どう考えろ、新たな勇者はかなりの資質を持っているようだ。出た。バラン。めっちゃええ声やん。あんたにも同情するぜ。リンガリア攻略に向かったと思ったら、すぐさま召集がかかって U ターンだもんな。いらぬ心配だ。リンガイア王国はもう潰してきた。最強だ。なんと。ハドラー殿がレフトショルダーの間で待っているそうだ。急げよ。愛も変わらぬ鬼神のごとき強さじゃな。遠路はるばるご苦労。あとはミストバーンとヒュンケルか。緊急招集に遅れてくるとは不定やつらだな。フレイザーだ。ミストバーンなら、それお前の横にもう座っているではないか。いつの間に、うん、残るはヒュンケルだな。それがな、諸君には申し訳ないことになってしまった。俺は全軍団力を集結させ新たな勇者ダイを叩くつもりだった。だが大魔王バーン様が直接命令を下出しになって、大抹殺の勅命をヒュンケルに与えてしまったのだ。なんでや。これが次の敵はヒュンケルか。不公明媚な場所で名高い。そういうことや。パプニカの港町か。なるほどね。船長、ここは危ない。俺たち知らんけどな、ヒュンケル。すぐ港を離れてください。ヒュンケルみたいなやつやな。おい待てよ、ダイ。名前だけな。腹壊すやつ。落ち着いてくれ、レオナ。元気なるやつ。栄養ドリンク。あ、元気ですね。腹壊すやつって。腹元気にするやつ。それセロガン。そんな、ダイ。ひで、これは生き残りは。で。うわぁ、骸骨。こいつらね、不死身の国だって。ドラクエで出てくるな、こいつらがこの国を出てくるな。お、落ち着けたい。どう見たって多勢に無勢だぞ。しょうがねえ、やるしかねえみてえだな。早っ、切り替え。絶対カットしてやる、今のとこ。第一弾。あ、ヒュンケルちゃん。今の立ち筋はアバン流刀殺法第一弾。え、それじゃあの人もアバンの人なの。助けてくれてありがとう。あなたもアバン先生に教えてもらったんでしょ。実は俺たちも。そうか、やはりお前たちがアバンの白外刀の音。確かに俺はアバンから剣を教わった。いわゆるアバンの弟子という呼び方をするなら、俺はその最初の一人ということになる。あ、そうそう。なんてすげえ剣だ。こんな物々しくて不気味な剣は初めて見るぜ。なんかこう、異様な殺気がみなぎってやがる。クロコダイン。この野郎本当に味方なのか。ねえ、この国は一体どうしたの。魔王軍の不思議団によって2日前に滅ぼされた。不思議団。長いな。さっきの骸骨たちね。レオナ、この国の姫はどうなったか知りませんか。さあな、それは俺が知りたいぐらいだ。レオナ、役者ぶるね、的なくせに。でもあなたに会えたことは不幸中の幸いだったわ。これから私たちと一緒に戦いましょう。ちょっと待った、やっぱりどうにもうさんくさいぜ。何言ってるのよポップ。そうだよ、先生の弟子でなけりゃさすがポップ。第一弾を使えるわけないじゃないか。
アバンの弟子なら俺たちと同じアバンの印を持っているはずだ。うさんくささに気づいたか。アバンの印か。本当に持ってた。ほら見なさい、今は一人でも味方が欲しいとこだったんだ。お願いします。闇討ち、闇討ちした弟子ってとこか。笑うで笑うと思った気を見せな。いやもうちょっと笑っとったのか。お前たちの頭の中があまりにおめでたいんで笑わずにはいられなかったのさ。おめでたいんでクーンってやってるやんこいつもナッパなんでお前分かってさすがやクーンってやってるやん。戦いだ。全力で行くぞ全力で行こう。トニカを全ての敵を倒そう。ちょっとマーム使ってみてよ。マームマームどうやって使うのよ。あ、下下下ボタン。下でキャラチェン。そんな一回使ったことあったかな。来るよ。おお、いいねえ。うわ、えぐ、おー、うまい。やばいやばい。うわーい、豪快や、こいつ。まあ、マーブも結構マーブってるかな。吹っ飛ばし能力。吹っ飛ばし特性。意外とこの3人の中では桜的な要素。あ、それ選手俺が言った。どういうことなんだこれは。だから言ったろ、悪者なんだよやっぱし。でもアバンの印が。大方偽物かなんかだよ。偽物ではない。偽物ではない。授かったもの全てがアバンを尊敬し正義を愛するものではないということよ。中には暴力を愛しその身を魔の道に染めた者もいる。自分のことも愛された男。戦に失望してな。俺はヒュンケル、魔王軍六団長一人、不思議団長ヒュンケルだ。そんなハリーポッターに出てきそうな名前。魔王軍の軍団長だなんて。待ってヒュンケル、あなた知ってるの。先生はアバン先生は殺されたのよ、魔王軍に。ああ知っていると。ハドラーにやられたんだってな。さすがにがっくりきたよ。弱すぎてな。俺が殺したかった。まさか一度倒した相手にやられちまうとはな。弟子作りなんぞにうつつを抜かして自らの修行を怠った証拠だ。俺のこの手で引導を渡してやろうと思った。ちょっとちゃうかったな。全く口惜しいわ。その代わりにもならんが。独特な日本語使うよな。弟子どもの始末を申し出てみれば。お前たちのような無力な輩が相手と拍子抜けもいいところだ。確かに相手の剣に対して。おお、このムービー綺麗だな。やっぱりこの剣あれちゃん、トグロ兄、トグロ兄やんなこれ多分。この剣ここやね。トグロ兄もこんな剣やったよな。あ、キラ使えるな。弱いな。マヌーサ、マヌーサ役立つな。よっしゃ、今日取り直していきましょう。かっこいいな。こっち仲間にしようぜ。どういうことなんだ。仲間を大事そうにこちらを見ている。授かったものすべてがアバンを尊敬し正義を愛するものではないということや。俺はヒュンケル、魔王軍六団長の一人、不思議団長ヒュンケルだ。そんな、先生の弟子が魔王軍の軍団長だなんて。やっやっ、おお、目障りだ。目障りだ。ウェーナイス。よっしゃ、もう大丈夫。あ、やばい、ダイダイ、もうダイ連ちゃう、もうダイ連ちゃうか。ダイダイダイ、焼き尽くしてやるぜ。ちょっと使いやすすぎる。
これでダイヤ、ダイダイ、倒せる。やばいね、やばいよ。もう倒せる、もう倒せるぞ。おお、なかなか。今これ結構ギリギリやったな。アバンストラッシュが。これがアバンストラッシュだと。笑わせるな。お前のはとんだまがいものだ。お前も知っていよ。大地を切り、海を切り、空を切り、そして全てを切るのがアバンストラッシュだと。戦いのうちに見切ったわ。お前はアバン流盗殺法を極めていない。すなわち第三の必殺技、バレたバレた。大君、痛いとお疲れた。もし君がスペシャルハードコースをやり遂げたとしても、空裂山を覚えるのは4日ぐらいしかやってない。最後の7日目でしょう。そうだった。俺はアバン先生の修行を3日間しか受けられなかった。バレてもった。空裂山は俺にもでき、7日で覚えられる空裂山最大の奥義だ。俺もや。第一、確かに。空、すべてが備わって初めて。アバンストラッシュは究極の破壊力を発揮する。つまりめっちゃちゃんと弟子してるやんけ。未完成品のまがいものというわけだ。まがいものでいいのなら俺でも撃てるぞ。それでくれてもうて。アバンストラッシュ強い、強いな。誰3対1か。よかろう。ならばこちらも切り札を使わせてもらうぞ。アムロ浦飯ゆうすけのあれやん。俺は選手へ呪文は使えない。アムロだから大魔王バーンス。アムロレイ、俺に究極の鎧をくださったのだ。 あらゆる攻撃呪文を弾き返す最強の鎧よな。最強の鎧だと。ビームサーベル、そんなもんどこにもねえじゃねえか。ガンダムアルス、お前たちの目の前にアムロ、アムロ、やばい、勝てるわけないよ。勝てるわけないよ。憑依合体してる。阿弥陀丸ちゃんこれ。いや、バソンちゃうか。中華三昧してくるやん。めっちゃ剣出てくるからな。バソン感強い。剣が鎧になった。バソンやなこれ。オーバーソウルし。これはバソンやな。鎧の魔剣こそ最強の武器で、ガンダム感同時に最強の防具だ。え、またやんのこいつと。よせ、誘白書でこんなやつおったな。つもりはない。バカにしないでよ。急に命をかけて戦うわ。正義のための戦いならなおさらよ。あなたもそう教わったでしょ。先生は間違った人間には絶対にそのアバンの印を渡したりはしないはずだわ。きっとあなただって。これか。もう必要ない。これはもともとアバンやその弟子を探り当てるための手がかりとして持ち歩いていたもの。探り当てて俺の手で地獄へ送ってやるためにな。なぜ、なぜそんなにまで先生を憎むの。それはアバンが俺の父の仇だからだ。かつてこのホルキア大陸は魔王ハドラーの拠点だった。アバン先生、旧魔王軍の攻撃により町は焼かれ、たくさんの死傷者が出た。昔から知らない。これもしかしてこれヒュンケル。俺は地獄の騎士バルトスに拾われ、ハドラーの地底魔城で育てられた。人間の子供を育てるという推挙が許されたのは、バルトスが旧魔王軍最強の騎士であり、ハドラーの前と続く地獄門の門番であったから。地にしては不謹慎やな。待って、親父といい、じいちゃんといい、なんか預けよう。いいやつやん。かつて魔界を牛耳ったという伝説の剣豪の名前だ。変なやつばっかりやな。めっちゃいいやつそうやん。親父といい、じいちゃんといい。許されなかったが、俺はほんまに強かったんか、こいつ。何の疑問も抱かずに大きくなっていった。
バルタスは父として俺に初めてぬくもりを与えてくれた男だった。だがある日、バルト様、語るね。勇者が攻めてきました。ついに来たか。今殺し合いしてんねんな。確かに。いいかヒュンケル。わしは魔王様の門番として勇者たちと戦わねばならん。これどんな感じで言ってんの。もしかしたらヒュンケルが声変えて。わしは死ぬかもしれん。ここから決して出るではないぞ。そしてもしわしが死んでも強く生きるのだ。一人でだ。父さん、父さん。こんな優しい心はね、侵略とかすんなよ。ストラッシュ本家の。あ、父さん。父さん。父さん。他のモンスターと違い、そんな変わってへん。アンデッドは魔王の魔力なくしては肉体を維持できない。ハドラーが死に、その魔力が途絶えた。あ、父さん。父は。ホラーマンみたいになってるやん。ずっとや。ヒュンケル。思い出を死んで骨だけバルトスですよ。ブルックやそれ。正解。皮肉なものだ。その時俺を見つけた男こそアバンだったのだ。若い。向こうはもちろん俺のことなど知る由もない。モンスターにさらわれたかわいそうな子供だとでも思ったのだろう。だが俺には一目でわかった。この男が勇者だ。俺の父の仇なのだと。その時俺は誓った。必ず力をつけこの男を倒してやる。それゆえアバンの弟子となり剣を習った。その剣で奴自身を殺すために。もうやめて。あなたの気持ちはわかるわ。でも先生は正義のために戦ったとでも言いたいのか。たとえ正義のためであろうと、その力が俺の父の命を奪ったことに変わりはない。俺の父は灰となって死んだ。それを正義と呼ぶなら正義そのものが俺の敵だ。とどめを刺してやろう。アバンに食らわしてやるつもりだった。俺の必殺技でな。てるフラッティ食らえ。フライド。これこそアバン流盗殺法を打ち破るために俺が独自で編み出した必殺剣、ブラッディ・スクライドだ。俺はアバンの技を吸収すると同時に一人でこの技を編み出した。そしてあの卒業の日に俺はアバンの命を狙ったのだ。ヒュンケル、あなたはもう十分に一人前の戦士としての技能を備えています。そこでこれをまたいましょう。まあまあまあ、まあ、まあ、卒業の印みたいなものです。俺のめっちゃ好きなやつ、名前何だっけ。まだまだ完全な戦士とは言えませんよ。大好きなやつ。どうもあなたの剣には妙な殺気というか、イガラム。ああ、ワンピースで一番強い男、イガラム。最弱や。バルトスという男を知っていますか。いやいや、ね、バルトス、魔王軍配下イガラムパシあれめっちゃ強い。そして俺の父だった。強い。バリ武闘派やね。俺の剣に殺気が感じられたとすれば、めちゃめちゃ武闘派やね。それは父の仇への恨みだ。待ちなさい、ヒュンケル。イガラムとパティは絶対もう一回出てくる。まあ、パ出てくれよけど。なんてこと。反射的に手を出してしまった。自動虐待やぞ。ちょっとこれガレスにツイートしてもらおう。しかし、そうしなければ私は殺されていただろう。恐るべき剣のさえ、まさに魔性の剣だ。シュンケル、お前がやったんや。帰り道にあった俺は大魔王副神信か魔影三宝ミストバーンに救われ一命を取り留めた。それが一番悪いやつやね。俺は魔王軍の戦士として腕を磨き続けてきた。知ってる。今やこの技はアバンストラッシュをはるかに超える技。生地避けたりするから余計な苦痛を味わうんだ。結局とかじゃなくて楽にしてやる。結局とかじゃないねんけどな。あれはちょっと悪すぎよな。俺はいや、悪さえ悪くなさじいやね。目つき悪い。お前に不思議団長ヒュンケルだ。ゲームの方がすっごいな。
一気に叩き潰してやるわ。いきなりこの鎧強そう。強そうやな。よせ、ユンケルを倒そう。女と戦うつもりはない。バカにしないでよ。鎧剣士、命をかけて戦うわ。正義のための戦いならなおさらよ。いかにもアバンが教えそうなことだ。ギラ、カイハダ、カイハダ、おお、オッケー、やれ、ああ、こするね。出てやるぜ。狙って。ちょっと待って。弱。当たってなかった。当たってなかった。ヒーリングヒーリングゾーンで対決した。逃げろ。私が見えるから。ポップポップやばい、ポップやばい、やばい、ポップ、逃げろ逃げろ。ちょっと待って、ああ、そんなあれか、瞬時に耐えられへん。もうちょっとで赤いゲージが。ダイが死ぬ、ダイが、ダイ回復、死ぬよ、ダイ死ぬよ、ダイ回復、ダイ死ぬよ、ダイ死ぬ、大回復。よし、頑張るぞ。え、あの、話通じてる？はい。フライサが。ちょっと待って。オッケーオッケー、今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 。あー、中でいてほしかった。フライ